今日はこれです。スマホでチェキ。ちょっとうちの奥さんが使うっていうのもあり、自分もこれからですね、多分これ今後持っていって、要は現地の人、これから山で会う人にこうどんどん写真を渡すと嬉しがられる。昔はそうだったもんね。これをどんどん渡していく、もしくは名刺みたいな感じで使うのもどうかなと思って、ちょうどいい機会だったんで、まあメインは奥さんなんですけどね、チェキのこの、フィルムを使います。そう、これはリチウム電池 CR2 2本か、これ別売の USB でもいけます。チェキと同じようにフィルムを入れますね。チェキのこのサイズは確か名刺サイズと同じだったっけ。そう、名刺サイズですね。確かこれ弦は1秒長押し、あ、出た、長押しついた。電池が3個で、これ枚数ですね。1200円ぐらいなんで1枚60円、まあまあします。でこれはアプリからやりますね。これが、アプリですね。とりあえずこれ携帯のとか Facebook とか何でもできる、要は一眼レフでもお携帯に送れば、でテンプレート、パスワード入れて送信、来た、これですね、今出してんの。どうなるんだろう。これが使えたらすごく面白い、仕事的にも。あ、1個減った、電池も1個減った。さあこれです。ちょっとなんか良さそうじゃん。でちなみにこれをもう1回押すと同じのがもう1回出るんです。これで名刺サイズなんで、これ即席で出して渡せば名刺になりますね。おお、結構いい。この電池ですね。今電池なんだけども、電池はいちいち面倒なんで、電池を抜いた時にこの USB 携帯とこれさえあればどこでも出せる。最近一番面白いかもしれないですね、富士フイルム。